でもあれですね、スタンプラリーやろうと思ったんですけど、はい、なんかやっぱスタンプラリーに集中しすぎたらなんかやっぱ景色がなんかよく見るとなんか絵がね描かれてるみたいですけど、なんか多分子供たちが描いたのかな、人形が、人形さんが。渡月橋まで徒歩でね14分ということで、一つもらいます。はい、はい、結構ですよ。はい、お気をつけていってらっしゃい。スタンプ押せるところにこの緑の六角形のところがスタンプございますので。わかりました。すいません、はい。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。はい。はい、やってみました。ですね。今日はね、京都でね、京都の、嵐山で、ライトアップがあるということで、ちょっとね来ました。で、ね、このスタンプラリーも含めてちょっとね今日は行ってみようかなと思ってます。多分ねこの南口を降りる感じで、はい、で今ここがねあれなんでずっと走って結構距離がありますね。だからちなみに口に降りたんですけどね、もうね二手に道が分かれてて、ちょっとね場所が分かんないですけど、まあ多分ね岡山から来た人もこういう感じになると思う。珍しいですね、自動販売機というか、まあ岡山にもあるんですけどこんな感じでスモールバージョンですかね。岡山にもビッグカメラの横にあるんですけど、普通にでもこれは普通に JR ですね、普通のね新幹線とか結構女性受けしそうなお店もありますね。タピオカとかパンケーキのお店も、チーズ山カレー美味しそう。というわけでね、嵐山は1回ね6年前ぐらいに行ったんですけど、昼間の時だったんでまあまあ道はまだ分かったんですけど、夜になったらちょっとね分かりにくいですね。結構ね、さっきから歩いてるんですけど、ビーフカツサンドとかそういうね系がいっぱいありますね、この嵐山。でも警備員さんいるんでこっちかな、はい、車出ます、車出ます。全然なんとなく行ったんですけどね、多分道は合ってて今こう行ってる感じで、もうすぐ近くにいます。あ、そうっすね。はい、というわけでね、ちょっとね重大なねミスを
置かせました、まあ、結構ね綺麗なんですけど、あまりにもちょっとね集中しすぎて、スタンプの、用紙をね落としてしまいました。で今はい、というわけでね、今現在地がこちらなんで、ね、修正していこうかなと思います。焦げ付き用の、ね、方に行ってみようかなと思います。気抜けるか、チクリの方いやなんかありますね、人形が、お人形さんが。よく見るとなんか絵がね描かれてるみたいですけど、タコとかなんですけど、なんか多分子供たちが描いたのかな、多分なんかそんな感じの雰囲気もあったりします。はい、というわけで渡月橋まで徒歩でね14分ということで、ちょっとね頑張って、ラストスパート行ってみようかなと思います。お待ちいただく、こちらで、あ、ここで待ってきます。そもそもやろ、はい、あれですかね、これ全国にあるあれですよね。あ、そうです、倉敷にもあれです。1回乗ってでもあれですね、スタンプラリーやろうと思ったんですけど、はい、なんかやっぱスタンプラリーに集中しすぎたらなんかやっぱ景色が見なくなってスタンプラリーも結構端と端で絶対押してもらわないといけないスタンプっていうのがあるので、その絶対押すスタンプを探している間にこういろんなとこ回れるっていうようにはなってます。あ、そうなんですか。いやでも久しぶりですね、これ倉敷で行きました。はい、嵐山でも、はい、お待ちしておられるね。はい、ありがとう。いい感じかちょっと分かんないです。あ、まだ止まってません。多分最初は渡月橋行って竹林に行ったりする場合もあると思うんですけど、まあネタ YouTube 的には嵐山の渡月橋で締めくくるのもありかなとか思います。はい、結構なんか賑やかな感じになってきました。あ、こちらの横断歩道を渡って左手の歩道からはい、というわけでお疲れ様でした。今日はね、嵐山の、ライトアップに行ってきたわけですけどね、まあね、それぞれの行き方、あると思うんですけどね、まあでも、まあ、スタンプ一人でスタンプラリーやるっていうのはちょっと大変かなと思います。まあね、家族とか
恋人とカップルとかね行くとき行く一緒に行く場合ねスタンプあっても全然いいと思います。はい、というわけでまたね、今年もねあとわずかですけどまたいろいろアップしようかなと思います。これがもうね12月の終わり頃までやってるのかなということで今日はねスピチューブこれにて閉幕です。はい、まあ2時間ぐらいの、歩きでした。はい、帰って寝ます。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。